今日は初心に帰って、リラックスできるチルなゲーム、ボトル缶フロートプレイしていきます。川を流れる缶や瓶に向かって、まあ、小石を投げたり、ちょっと石をどけたりして、ただただ流れていくのを眺めるゲームらしいです。それではプレイしていきます。お、いくつか選べる。四光渓流、ノーキーさん、クルヌヌクルヌヌってなんだ最初のやつ起動した時に中国語で始まったので、中国のゲームなのかな。一応日本語設定は対応してたんですけれど、四光渓流、ノーキーさん、クルヌヌとりあえず四光渓流、四光でいいのかな。やっていきます。お、いっぱいある。好きなボトルを選んでラフティングを始めましょう。レーシングモードと一人で渓流がある。濃いコーラ、これはノーキーマウンテンカルシウムタブレット。こっちはバーベンコーラ、栄養補給が忙しいサプリメントかな。クルベカクテル、ヤシファンティスポーツドリンク、素晴らしいコーヒー。ダンヌル缶詰。ああ、なんだこれ。長寿酒造かな。長春じゃないよね。長寿酒造。ウイスキーっぽいボトルだけどね。これかな。濃い。あ、違う。苦い。六州コーラ。濃いコーラよりは、六州コーラかな。まず、ちょっとレーシングモード。レーシングモード？先に一人で渓流でちょっと練習していきます。あ、キーボードか。QEL と、エスケープキーでセッティング。いやー、これ、いいね。本当にもう何をするでもない。ただただ眺めるだけのゲーム。水がすごい綺麗ですよね。これクリックでもなんかあんのかな。一瞬今カーソル出たんですが。あ、石をどけられるか？クリックだと石をどけられますね。で、それではキーボード。あ、ちょっと待って。生地に寄ってしまう。9押してみます。9。お、なんかカーソルが変わりました。あー、ぶつかっちゃう、ぶつかっちゃう。9。あ、水切りだ。あ、ぶつかっちゃった。あー、石に。お、岩をどけられた。なんかバナナみたいなの落ちてない？お、石を開けるかける1っていうのが右の方に表示されましたね。なんかボーナスがあるのかな？石を溶ける。よし、溶けました。よいしょ。溶け先は決められないのかな？水切り。お、プラス2。いいキーだと、なんだろう。あ、ちょっと大きめの石を、ただポーンと投げるんだね。当てたらどうなるんだろう。お、当たんない。水の音いいね。ポプンっていう。聞こえるかな？せせらぎの音がちょっと大きいかな？いいな、これ。あ、スピードが増した。これで進めるのか。ああ、いいね、いいね。思ったよりこれゲーム性あるぞ。本当にリラックスゲーかと思ったんですが。L ボタンのこのメモみたいなのは何でしょうね。ん？特に反応がないです。なんだろう。あ、カーソルでも選べるんだ。
水切り。お、なんだなんだ今の。なんか出たよ。いいねー。のんびりと。ちょっとこう、ズームアウトしてみた。あ、ズームアウトした方が俺好みかな。これぐらいのちょっと、周りも見れた方が。あー、いいね、これ。いいなぁ。お。石が。あー、ちょっと詰まっちゃった、詰まっちゃった。あの、水切りの石のところが赤いマークになっちゃってて。もしかしてゼロっていうことかな。これ石を拾ってさ、補充できたりとか。お、貝殻を拾えた。あるのかな、やっぱそういう、ちょっと、周りを探索する感じの。でもね、あんまり、そんなに、カメラワーク動かせるわけではなさそうなので。まあ、のんびり、本当に。なんか適当にクリックできて、いろいろば OK ぐらいなのかな。あ、これ拾えそう。あ、網、網。ほら、淡水貝殻。いいですね。チルいですね、これは。つい先日、川下りしながら、星空を眺めてきたんですけど。ちょっとのどかな感じでね。お、お魚いたかな、今。あ、これお魚じゃない？お魚泳いでない？あ、お魚捕まえるの大変だな。いけるか。お、ゲットしました、お魚。今、右側にいろいろ出てますね。中国語から翻訳されてないからか。ちょっと内容はわかりませんが。お魚いっぱい増えてきたね。いいなー。これカメラ真上にした方が見えやすかったりするかな。どうだどうだ。綺麗。すーごい反射の感じとか。お、石？貝殻。お、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 この黄色いの。お、カニだ。カニって黄色いっけ？先日カニのガチャを見つけまして、確か300円だったと思うんですけど、すごいクオリティ高くて、非常におすすめのカニガチャでした。カニ。カニのね、フィギュアとか好きなんですよ。カニのペンホルダーとか出してる作家さんいらっしゃいまして、その方のとかも買って持ってます。カニペンホルダーで検索すると多分一発で出ると思いますので。ただちょっと海賊版っていうか、こう、模造品なのかな。多く出回っちゃってますので、ぜひ公式で買ってみてください。今、なんか手紙みたいなの拾ったね。エルキー。エルキーで右側のこのリストが出るんだ。表示させてていいかな。この川べりの草の感じとかもいいですね。のどっか。あららら、あららら、でっかい石。きれい。これなんかもうずーっとさ、どっかの窓とかに表示させておきたい。ステージ変えときますか。結構これは穏やかな流れだけど、ステージによってはもうちょっと急だったりとかもするのかな。じゃあ次、ちょっとノーキーさんやっていきます。さっきやった四孔渓流よりは、だいぶ急流な雰囲気がありますが。では、クルベカクテルで、一人で渓流。あ、さっきと全然ちょっと草の生え方と、お、大きなカタツムリ？あ、でかいでかいでかい、なんかいた。あ、いる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 。さっきより魚の感じとか見つけやすいですね。あ、いいないいないいな。こっちの
川の方が好きかもしれない。川の透明度というか、石の感じ、砂の感じが見やすいのかな。瓶も綺麗だね。わー、すごいいいぞ。あー、いいね、いいね。この葉っぱの感じ。あー、いいね、いいね。貝殻をちょっとずつゲットしておきましょう。チルだな。伝わってるかな？あんまり。なんならこれ私の声とか入ってない方がね。今、リリース記念で安くなってますので、ぜひ、もう私のその投稿がリリース記念に間に合うかはわかんないですけど、セール中にぜひお買い求めください。まあ、セールになってなくても非常に安い数百円とかのゲームなので、全然買って損ないと思います。あ、お魚逃げちゃうな。いやー、綺麗だな。いいですね。これなんか何するでもないゲームって結構他にもいくつか見当つけてるのあって。なんかお風呂にアヒルが浮いてるゲームとか、有名どころだと思うんですけど。そこら辺もプレイしたいなぁと思いつつ、ちょっと先にこっちの、まあ、先日川下りしたっていうこともあって、ついついこっちを選んじゃいました。いいねー。ちょっと黙ってみようか。詰まっちゃった、詰まっちゃった。自分でも言うのもなんだけど、これあまり喋ってるより何も無音の中で聞いた方が楽しいな。本当にもうリラックスできる。これね、こういうゲームは動画投稿というよりも配信向けなのかなと思うんですけど、なかなか配信環境が整わずというか、まあ、なかなかまだね、こう、常時見てくださる方も少ないと思いますので、ちょっとうまく固定の方ついていただけたら、時間とか見ながら配信、リアルタイム配信もできたら楽しそうだなぁなんて思いながら、最近ちょっといろいろ考えてます。まあ、機会があれば練習がてらね、あまり人が来ないことを前提にやってみるのも楽しそうなんではありますが、ちょっと様子を見ながらやっていきます。もう一個のステージやってみますか。はい、では、もう一つ、謎のクルドゥヌ。なんとなくこう段々があるような感じがあるけれど、さてどう泳いでいくのか。お、夜か。これ、ホタル泳いでます。泳いでない。ホタルは泳いでない。ホタル浮かんでますね。瓶どうしよう。四角いやつ行ってみるか。あと全部丸だもんね。このどっかの酒造さんのお酒で計量していきます。あ、暗いのに暗いボトルにしちゃったかな。まあまあまあ。お、なんだ、あの青いの。キノコ。キノコか。綺麗。なんか光ってるのは懐中電灯かな、私の。ちょっと黙りますね、少しだけ。
先日行った川下りも夜だったんですが、こういう懐中電灯すらなくて、もう本当に星明かり、月明かりの中だったので、こんなにこう視界がいいっていうことはなかったんですが、ちょっとその時を思い出して、非常になんか心穏やかに見てられますね。いいなぁ。他にもちょっとこういうゲームあったらぜひ教えてほしいです。本当に黙っちゃうね、これ。魚が追走してきてくれてるかな、今。真ん中ら辺に来ちゃったかな。いいですね。いいなぁ。ライブカメラとか、定点カメラとかも好きなので、なんだろう、こう、少しの変化だけをする、こういう穏やかな映像っていうのすごい好きなんですけど、それにも近いものを感じます。水族館のカメラとかも好きな人も、こういうのもいいんじゃないのかな。ああ、お魚さん綺麗ですね。何の魚だろう。ちょっと結構肉食っぽい見た目の魚ですけど。お、いっぱい集まってきたね。2、4、6、7匹ぐらいいるのかな？あ、詰まっちゃった。どっかカーソル動かすと、捕まらないようにお魚逃げちゃうんで、カーソルをこう動かさないからこそみんな集まってきてくれるっていうのもあるのかな。いいですね。ゲーム実況と目打って投稿するにはいいのか悪いのかは分かんないですけど、なんとなくこれでこうリラックスしてくださる方、まあ、これで知ってくださる方が増えてくれたら本望ですね。星ぐらいゲームっぽいことしますか。水切りやってみます。お、意外といった。この瓶に当たった音も今すごい綺麗だった。ちょっと聞こえるかな。音しなかったね、今多分。聞こえたかな？キンっていう。ガラスの音、いい音ですよね。おー。あ、詰まっちゃうかな。お、通れた通れた。あ、詰まっちゃった。ちょっと戻って。あ、ザリガニ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 いた。ザリガニいますよ、ザリガニ。いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。ちょっと戻ってレースゲーやってみますか。見やすさ的にはノーキーさんが見やすそうだったので、ここで、レーシングモードやってみようと思います。バーベンコーラやってみようかな。缶のコーラ、こちらでレーシングモードでプレイします。どうすればいいんだろう。あ、そういうこと？レーシングモードってこう、みんな一緒に泳いでくれるってこと？もう一番に行かなくちゃいけないのかな？あ、でも石投げられるってことはやっぱ早い方が、ゴールはどこかあるのかな？あ、石投げるだけだ。あ、やばいやばい、やっぱ使ってる。よし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 。
邪魔をしたりとかもできるのかな。うまく自分のだけを先に進めていきたいですね。お、一番早かったのが詰まってますよ。石は投げ放題かな。ちょっとうまく方向転換とかしながら。お、一気に踊り出ました。いいね、いいね。これは楽しみ方は合ってますか？これは。あ、あれですよ、川にね、ゴミを投げ捨ててはいけませんので。あと、あんまりね、むやみに石とか拾ったり、投げたりとかも、生態系ちょっと乱しちゃったりすることもありますので、あと、川を汚してしまったりね。もちろん、怪我をしてしまったり、事故につながったりとかもありますので、あまり、こんな風に、もうどんどん投げるようなことはしないようにしましょう。ちょっと、やばい。陸に、陸に放っちゃった。そういうゲームじゃない。川に戻ってくれ。振ろうとしてくれ。川を浮かぶゲームなんだ。転がるゲームじゃないんだ。泳ぐゲームなんだ。浮くゲームなんだ。頑張れ。やばい。石を投げすぎて。投げた石に。あ、よしよし、戻りましたね。よかった。お、お、逆流になったぞ。お、どうした？ちょうど川、え？どうした、どうした、どうした？あれ？カメラワーク変えました？あ、違うね。なんだろう、なんだろう。石投げすぎて、波が起きてたのかな？今、ちょっとな。お？ちょっとこの波紋が生まれて波が出てますもんね。さっき石を連打で投げてしまったので、きっとその余波でしょう。みんなどこに行ったのかな？レースゲー。ああ、綺麗ですね。みんないないね。あ、いるいるいる。お、もうちょっと追い抜かれるぞ、これ。追い抜かれちゃう、追い抜かれちゃう。詰まってる、詰まってる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。レースとは名ばかりだとは思うんですけれど。ああ、やばいぞ、これ。さっきまでのゲームと違って、石をどけることができなさそうなので、これは、つむつむですかね、もしかして。ちょっとカメラワークを、カメラワーク、ああ、みんなが、みんなが集まってきた。よっしゃ、みんな一緒に行こうぜ。あ、あ、あ、よし。いい音だな、この石と石。よし。え、やばい。思ってる流れが急だ。あ、先を越された。まずい。これはまずい。そして私の集まっている。うまく、うまく。よし、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 よし。よし、来た。よし、よし、よし。思ってる楽しいなぁ。もっとただただリラックスして終わるのかと思ったんですけど。ゲーム性あるね。ゴールはないっていう認識でいいのかな。あ、また方向をうまく調整しないと。さっきより多分岩も多いですよね。おっと。いい感じ、いい感じ。
あ、なんか赤く光ってる。ちょうど日の光が缶に当たってるのかな。このね、あの缶に直撃してうまーく転がって泳いでくれた時がなかなかに気持ちいい。また転がってしまう。真横からいけるかな。お、いけるいける。よしよしよし、復帰しました。わー、魚がいっぱい追いかけてくれてる。そしてそこに石を投げる。ダメですよ、実際にやっちゃったら。やばい、詰まる。頑張れ、頑張れ。よし、乗り越えた。よしよしよし、いいですね。これ、ゴールはないですよね。お、お、お、なんかサーフィンみたいになった。広いとこ出ましたね。ちょっと水深も深くなったかな。あ、だから波も大きくなってんのかな。